don't think Mutsuo would ever talk about himself that much. He's a very unassuming kind of guy. You'd meet him and you'd be like, ah, he's a really nice, quiet guy. And he's not like a hustler. He's just really dedicated to tattooing as an artist. He'd learn how to tattoo everything, just kind of like in the United States. In the 90s, you just tattooed whatever came in the door. He kind of got like an American 90s tattoo education. He's probably the first person in Japan to get that. He's a maverick. And he doesn't even know. He doesn't even know. ムツオのタトゥーはね、特にこのジャンルっていう風に縛られてなくて、ジャパニーズスタイルでもアメリカントラディショナルでも何でもそつなくこなす、そつなく高いレベルでこなす。ムツオがやったやつで、なんかドラゴンと竜と風神雷神のドラゴンのやつ、あれは大好きだな。才能がある、力強くて、やっぱりそのタトゥーの歴史をちゃんと勉強して基本を忠実に守ってるんで、それが多分その絵とかタトゥーに出てるんだと思います。いろんなスタイルをきっちりこなすように自分は心がけている。どれが好きかって言われると本当にこう上げるのが難しくて、自分の中ではまだまだこう吸収しなければいけないものがいっぱいあると思うから。Mutsuo, he's like a walk-in artist. I don't know like if he has like any weaknesses at this point. Like everything I've seen him do looks totally legit. He started tattooing, I guess, in 2000, 2001. Yeah, I can't believe that he's been tattooing for like 13 years now. You know, time goes by so quick, but Mutsuo is like the foundation at Three Tides now. Three Tides の大阪は、大阪の南堀江、大阪市の南堀江っていうところにあります。南堀江もファッションの街です。すごく環境は多分すごくいいとこだと思うし、お店自体はすごくファーストフロアとセカンドフロアでオープンにやってるから、アイキャッチもしやすいから、すごくグッドロケーションだと思う。タトゥーイストは日本人今はナミとヒロシ、一米はいろんな世界中回ってて。ご無沙汰です。ああ、すみません、いただきます。いただいてお礼言うといて、みんな。カスタマー、they are bringing the some food, some sweets. 遠くから来るお客さん、いっぱいいてますよ。よく外国の方々からメールで、アポイントメントのね、メールいただくんですけど、はい。もうアメリカとか、オーストラリアとか、ヨーロッパからもよく来てくれます。基本的には楽しく和やかなムードでやってます。ヒロシはそのこのスリータイズに入る前から名前と彼のアートワークは知ってて、彼のすごく浮世絵のスタイルのアートワークはすごいなと思ってて、タトゥーはね、まだね、ヒロシはやり始めて、ちゃんと彫り始めて多分2年も経ってないと思うから、そのタトゥーに対して、アートワークに対してのこう真剣な部分と、もそと同じぐらいタトゥーに対してすごくこう真剣だから、これからどん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 すごいアーティストになっていくと思う。ナミはスリータイズのタトゥーイストの中で一番長く一緒に過ごしてる。で、今は彼はすごくこうクリーンな、そういう
まあ、ブラック&グレーもそうだし、カラーの仕事もそうだし、すごくクリーンな仕事をする。すごくメタルが好きです。ナミメタル今でもそのムツオとの関係は友達でもあり、その仕事仲間でもあり、先輩後輩でもあり、でまあライバルみたいな感じでもあり、まあ、僕がここに見習いで入った時は、僕タトゥーのことを全く知らなかった。タトゥーのその伝統的なデザインであったりとか、道具の使い方とか何にも分からなかったので、その辺は全部ムツオに教えてもらった。ムツオから来られたこと、見習いの頃はいっぱいありますよ。もう日本の入れ墨の柄にしろ、アメリカントレジナルにしろ、その入れ墨タトゥーの伝統的なデザインっていうのは僕全くそれまで頭に入ってなかったから、それをまあしっかり吸収するまではもうすごい厳しく、いっぱい怒られましたねやっぱ怒るときはめっちゃ怒るし、普段は結構おちゃらけてる部分もあるし、もっとやっぱ若い、もっとあの見習いの子たち、何もできない子たちにはやっぱりすごい厳しく言う場面もあったりとか、結構言うときはバーって言ったり。それはあるよ。気分は落ちる。やっぱり怒り方ってすごく難しいから、今こう成功していってるまだその段階だと思うし、僕ももっともっとこういろんな人がここに足を運んでくれたなと思うから、もっと頑張りたいなと。何年ぶりですかね。あ、分からんから。ネックレス外れます。痛くて泣いたらごめん。結構痛いですか。もう忘れてるもん完全に。いいね。あめちゃん頑張って。なんか喋って、なんかそんないつも言えへんやん。基本的に日本人のシャイな部分が出るんじゃない。多分タトゥーショップがそういうカメラのインタビューとか受けるのも、多分おそらく珍しいことだと思うんで、多分そういうのもあって、お客さんも多分普段カメラの人が入らないから。でもマサはシャイじゃないよ。Hey. これ僕はおそらくこうマサと出会ったことが多分一番ラッキーだったと思う。その出会いがなかったら今多分ここで働いてないと思うし、お兄ちゃんみたいだし、ボスだけどお兄ちゃんみたいな感じだし。これ新しいやつや。みんな変えていってんの。もう新しいの作るときに。ああ、そうなんです。すごい尊敬してるし、いろんなことを彼から教わった部分も、そのタトゥーの知識にしても、いろんなことを彼から教う。彼は本当にこう日本のタトゥーショップオーナーとしてのすごくパイオニアだと思うから。確か98年1998、俺たちも15年目か14年目ぐらいだけど、やっぱりかなり早い段階からタトゥーショップやってきたし、タトゥー入れ墨の世界というのはこういうストリートのタトゥーショップはまあ皆無なかったね。自分が若い時に行ったその入れ墨を彫る場所っていうのは、いわゆるそういう今日のようなタトゥースタジオのようなものではなくて、マンションの一室で入れ墨を入れようと思ったら、まずその入れ墨を入れた人とか、その入れ墨を入れる場所を知ってそうな、まあ不良の人たちだよね。不良の人たちに聞かないと掘り場っていうのはもう見つけられなかったね、当時はね。 When Three Tides started, it was like a very new concept in Japan to have like a Western style shop where you could get to go in and you could get almost any type of tattoo. It wasn't necessarily a Japanese style tattoo. It could be an American traditional or single needle black and gray or Japanese, maybe like, you know, just a dragon on your arm.
I think a lot of people that were young, whether they were into skateboarding or rock and roll, I think a lot of them would be intimidated to go to a traditional tattoo shop and be like, I want to get a panther. You know, it'd be like just something that wasn't really done at that time. That was a niche that Three Tides filled for a lot of people. Something that they saw in an American tattoo magazine, they could get done in Japan without having to travel to the United States or Europe or something like that. ムツオはでも本当何でもマルチにできるね。スポンジムツオだよ。ムツオは何でもできる。まあ何よりもそのスリータイズのことをすごくスリータイズのことを思ってくれてる、まあ俺の大切なやつだよな。タトゥーの技術とかをもっと伸ばしたいと思ってるし、それプラス僕は自分自身はスリータイズのオリジナルメンバーだと思ってるから、こうスリータイズっていう名前がもっとこういろんなところに広まって、このお店がみんないい仕事をして、みんないい仕事をしつつ、みんながこう有名になって、スリータイズっていう名前がこうもっとこういろんなところに広がっていけばなっていう思って、まあそれは自分も含め、うん、もっともっと頑張っていきたいなと。目指すところはそこかな。